おめえら似合わねえからさっさと別れろよ。あなたには関係ないでしょ。こんな貧乏人より俺みたいな金持ちの方がいいだろう。生物は皆生まれながら平等じゃねえんだよ、この下等種族め。お金なんかじゃ人の頃は返やしないのよ。おめえはいつか俺のものにしてやるよ。嫌だよね、ああやって権力を振りかざす人。そういえば住み込みで働く場所決まったよ。え、おめでとう。でもなかなか会えなくなっちゃうかもね。大丈夫だよ、どんなに忙しくても必ず会いに行くから。うん。これ俺のビブルカード持ってて。ありがとう。この紙が僕と君を繋いでくれる。何やってんだこんなとこで、早く来なさい。またすぐ連絡する。頑張ってね。てめえ全然掃除終わってねえじゃねえか。仕事はやってるんで、どうか外出許可をいただけませんか。あ、おめえ奴隷のくせに生意気だい。あら、何をそんなに騒いでるざますか。彼女が心配してるはずなんです、どうか連絡だけでも。誰もあなたのことなんて心配してないでざますよ。おままでも僕ちんステーキ食べたい。けんちゃん、すぐ行きましょうね。お前に食わせる飯はね。目が痛いよ。早くん、全然連絡もくれないし、どうしたんだろう。いや、おめえ彼氏に捨てられたんだってな。お前しつこい。かやくんはそんな人じゃない。新しい女でも作ってお前のことなんて忘れちまってるよ。まっすぐ自分の言葉は変えない、それが彼よ。私は信じてる。まあせいぜい頑張れよ。かやくん、え、かやくんから、七夕の日に会える、ちょうど1年ぶりに、あとちょっとの我慢だ。奴隷の分際で出かけるなんて調子乗ってんのかい。恥は知ってほしいでざます。七夕だけは出させてくれるって言ったじゃないですか。おままざま、こいつ反抗するからムカつく。いいっそのこと消すざますか。待ちんなくて奴隷め。めい、一年も待たせてごめん、今会いに行くから。燃えてる。